じゃあ今日は案内よろしくお願いします。いやすごい牛見入って回るだけですよ。本件も妊娠理由です。自分いかがでしょう。自分られちゃうんだね。そうですね。この子は競りでいくらで売れたの？40
49万5000で。49万5000、はい、購入してもらいました。すごい。おとなしいです。おとなしい。おとなしい方がでかい牛が多いですね。あ、本当だ、リサって書いてある。闘牛とか見たことないですか？ない。すごいっすよ。激しい。激しいです。先日あったんですけど、あ、なんか闘牛がどうだ。すげえな。あれがこの前生まれたやつです。今おっぱい飲んでるのかな。お、子牛だ。あ、これが例の難産でしたね。これあの難産というか出産自体終わったんですけど、その牛ってその胎盤ごと子牛が出てくるんですよ。でその胎盤を親牛が食べて、いろいろやっと息ができるというか生命活動があるんですけど、するんでしやすくなったりするので、この初乳を飲ませるのにもちょっと一つ、胎盤を食べさせて初乳を飲ませるのが大事。そうです。ここは何牧場ですか？宝牧場ですかね。僕の名字とで、まあ、いいというか、まあ、それに見合ったバランスの肉付きの良さであったり、この中では背中が高くて肉付きがいいのはこの、あっち側だ。なるほどね。であと毛並みもいいので。毛並みも確かにツヤツヤしてる。毛並みとかもだからよく見せるために、競りの前日は、うん、あの牛をリンスするんですよ。シャンプーして。リンスする。はい。洗ったりして。高菜くんよりリンスする。いや、しますね。僕より髪の毛いっぱい。毛がいっぱいだから。狩りに行こうとすると牛って逃げるので、もうただ手を前に差し出すだけで。びちょびちょになるよね、でもね。まあまあそうですね。これで舐めてくれたりとか。
Channel。